ヘルシン気候科大学の数学の講義講義は大学などの高等教育機関における授業の一方法である座学とも呼ばれる大学設置基準では授業の方法として講義、演習、実験、実習、実技が定義されている講義は教師が自分が作成してきたノートを読み上げるという形で行われることが多いこれはマックス・ウェーバーの 職業としての学問に典型的に紹介されているように、ドイツ型の講義である。ドイツ語の講義、ボーラさんは、朗読の意。一人の講師が担当するほか、外部講師による講演会や、複数の学内外の講師による講演会もある。英語のレクチャーのもとは、読むの意。アメリカの講義は、古典的には、学生に教科書を暗唱させ、 正確に暗証できるかチェックするというものであった。ただし、当たっていない学生は居眠りをすることが多々あるため、レクチャーは動詞として用いられるときは、講義するのほかに、叱る、小言を言う、という意味もある。講義は一方的なものとなりがちなので、演習、実習などと合わせて、双方的な組み合わせで、教育効果を上げるように配慮する。ただし、日本では、 カリキュラムで組み合わせるのが主であり、一つの授業科目で複数の授業方法を組み合わせる方式はまだ普及していないか。ありがとうございます。